なんせ天使だから、まあ、退屈っていうか、退屈じゃないっていうか、どっちかって言ったら、天使だよね。天使なんですよ。うん。だって天使だから。天使なんですもんね。うん。そもそもが。そうそう、そもそもがね。大前提として天使だから。ああ。うん。天使の方って、なんか娯楽とかあるんですか？天使は娯楽あるよ、それは。え、どんな娯楽があるんですか？人間だとパチン、なんかもう、その性欲とか、うん、ギャンブルとかあるんですけど。うん、天使の娯楽は、あの、他の自分以外の天使を見つけるじゃん。はい。で、他の、あの、天使の、あの、天使の輪っかをスリスリするの。はい。それが娯楽。スリスリ。え、どこにスリスリするんですか？天使の輪っかを。天使の輪っかを、いや、ただもう普通に手で。手で。そう。スリスリしたら、え、どうなるんですか？天使側、スリスリされてる側はどうなのか？されてる側は、あの、エクスタシー。あ、それが気持ちいいんだ。うん。そうなんですね。うん。あの輪っかって気持ちいいんだ。そうだね。やっぱ、さすってる側も、さすられてる側も、さすってる側も。そうそう。さすってる方も、さすられてる側も、やっぱエクスタシーで。うん、行くとかあるんですね。行くって何？でもだからもうエクスタシーの最高潮みたいな。いやだからもう常にエクスタシーだから。え、簡単っすね。そうだからもうその行くっていう概念があるんだったら、はい、もうそのだからもう触られてる時がエクスタシーだから、触られてる時はもう常に行ってる状態だね。あ、そうなんすね。そう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 。それはびっくりっすね。うん。え、もう触んなくていいよってなるぐらい。うん。にもなるんですよね。もういい、もういいって。まあ、そうだね。それ、どんぐらいですか？どんぐらいでもういいってなりますか？まあ、どんぐらいって言われてもね。エクスタシーが終わっちゃうと。まあ別にその時々だからね。はい。なんかまあ、もういいかなってなったら。基本的には、うん。どんぐらいっていうの、ちょっとなんか気になったかな。いやだからもう早い時だと、はい。もう別に全然30秒とかもあるけど、はい。長い時だと、まあそうだね。まあ平気で1日2日ぐらいは。2日も持つんですか？うん。振り幅すごいっすね。30秒からですか？うん。いや、それもやっぱ、ね、ほら、個人差あるから、その天使のね。はい。あと、その体調とか状況にもよるから。はい。うん。風邪とかにも、ね、来るんですかね。え？天使も。何？風邪とか引くんですか？風邪は、引く天使もいるけど、引かない天使もいる。あ、それはもう季節の変わり目で。いや、違う。それはやっぱ個体差があるから。ああ。やっぱ天使にも個体差あるからね。そうっすよね。うん。そうなんだ。そう。なんかね、でも、天使興味あるんだね。切られた。あ、遠くへの方、ちょっと通話中だったんでね、ちょっと、コールするのもちょっと、なんか、通話先にの人にあれなんで。いやだお前が、お前が、お前が、アラブの説教、ウィドズ、ビリゲイツ、ソフトバンク、ソーマズジ、あれです。ギリギリで、キャンプファイヤーがなんと21個も飛びました。ちょっと、21個も飛びました。あとね、なんだっけ、この、カヌーとかも来てね。で、さっきね、なんかね、途中でなんかクルクルしちゃって、クルクルしてるって言われて、で、俺も更新してみたら、確かになんかクルクルになっちゃったから、あとこれ途中で一回枠切り直したら治るやつかなと思って、切り直したら治りました。枠切った時に、枠切ってる間もなんか天使の話をしてるのが苦痛だったわ。
まあ、別には配信中でもそんな面白くないと思ったけど、配信外になるとなおさら何やってるんだろうと思って。あ、ポンポンどうも。うん。やったー。なんか昨日、日が変わったんで14日かな。14日のデイリーも7位で、キャンプのやつね。で、あと総合もなんと10位。ありがとうございます。やったー。10位取れた、取れましたね。ありがとうございます。で、これどれぐらいだったんだろう、なんか。ちょっと見てみよう。どれぐらいの差だったんだろう。うん。ちょっと待って。ポイント見てみよう。あ、匿名の方です。ギリギリで切ったから焦った。いや、そうですね。あれなんですよ。なんだろう。そう、今、この方が投げてくれたんですけど、あれなんですよね。あ、ゴサレス。カヌー。イベント終わっちゃった。うん。あのね、切るっていうか、くるくるになっちゃって、あ、これ、切ったら治るやつかなと思って、やり直したのよ。まあ、確かにあれだよね。結構ギリギリ、残り多分3分とか2分ぐらいだったかな。で、一回切っちゃってると思うから、そう、ただなんかもう、一回更新したら真っ暗になってくるくるだから、あ、これ完全に見えない状態なのかなと思って。そうそうそう。まあ、確かにギリギリ投げとかそういうのを意識したらちょっとやばかったんですけど。まあでもね、ほんとギリギリでなんかくるくるになっちゃったから、そう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 。まあ、確かに焦りますよね。うん。え、ちょっとどれぐらいのあれか見てみよう。うん。最終的に、ちょっと待って、まずは14日のランキング。あ、ポンポン出す。うわ、すごいな。1位の人めちゃめちゃ投げられてるじゃん。B グループの1位でも111万6千とか言ってる。なんかここ接戦だったんだね。2位も81万。接戦っていうか、接戦でもないか。すごい投げられてたんだな。で、俺が7位か。うん。で、総合の方見てみよう。あ、ポンパーナス。総合、総合。あ、でもあれだね。結果的に、俺が10位だ。俺が10位で、24万6100ポイントだったんですよ。このイベントポイント。うん。あ、24万じゃない。240万か。240万6100ポイントだったんですよ。で、11位の人が204万8700だったので、俺多分これ、このなんだ、最後の爆投げがある前がいくつだっけ？多分220万とか多分そんぐらいだったと思うんですよね。224万とか5万だったから、まあ結果的にですけど、最後の爆投げがなくても、10位、総合10位は入れてたね。でも最後の爆投げがないと、デイリーの7位は入ってなかったね。あと別にランキングがないだろうが、結局投げてくれた額の約半分ぐらいは俺に来るので、まあもちろん投げてもらったからめちゃめちゃ嬉しいんですけど、そう。まあ結果を見れば、あれですね、もちろん投げてくれたのめちゃめちゃ嬉しいし、あとデイリー7位も取れ、そこも変動できたんですけど、まあなんだかんだ投げられなくても総合10位は入れてたってことか。うん、まあもちろん順位ないだろうが投げられた方が自分の半分ぐらいはお金になるんで、投げられた方がめっちゃ嬉しいですけどね、もちろん。結果的にこんな感じか。なるほどな。まあでもね、本当はね、これギリギリで爆投げとかされたらね、抜かされる可能性もあったからね、総合は。確か11位の人と35万ぐらいだっけぐらいの差があって、だと思うんですけど、うん、まあ、キャンプファイヤー換算ででも35個ぐらい投げられれば並ぶからね、うん、まあ、35個は結構きついはきついけど、こんだけでも投げられてる人たちがね一応いるから、まあ本当にギリギリで投げられたら全然抜かされる位置ではあったからね、うん、あ、匿名の方です。デイリー10位に入ればいいかなと思って。あ、そうなんだ。なるほど、なるほど。まあ、総合はね、確かに、あれですよね。まあ、取れる可能性は全然あったと思うけど、まあ、本当でも、総合もさ、ギリギリの爆投げで全然ひっくり返る額ではあったからね。ふわっちって本当何あるかわかんないからね。
マジでなんか10万、20万とか平気で飛ぶ人飛ぶからギリギリで。なんか前もさ、なんかこんだけ下がったら大丈夫だろうと思ったら、一気に抜かれた時とかあるもんな、こういうイベントで。え、嘘でしょ、こっから上がってきたのみたいな感じで。結局なんか抜かされたっていう時あったし。いや、ありがたいですね。いや、てか、総合7位、あ、7位じゃねえよ、10位か。総合10位入れると思わなかった。いや、途中からは思ったよ。途中からはこれワンチャンいけるかもなって思ったけど、このイベントで、なんだろう。最初とか多分2回目ぐらいに、そのデイリーの10位以内とか入ったぐらいの時は、まあ、そう、なんだ、もちろんデイリー自体にはめちゃめちゃ入れて嬉しいなって、投げてくれたから多分ありがとうって思ったけど、さすがに総合は10位以内多分無理だろうなってなんか思ってたんですよ。でも途中から、あれ？なんか、もうどんどんイベントの日付が、あ、イベントの終了期間が、総合の終了期間が終わるのに、あれ？なんかまだなんだかんだ10位以内入ってるなとか思って、え、これ、あれ？もうすぐ終わるじゃんみたいな感じで、あれ？これもしかして総合もいけるかって途中から思ったけど、そう、最初の方は、総合は絶対無理だと思ってた。いや、ありがたいね。まさか入ると思わなかったわ。総合10位でも確か 2万ぐらいだっけな。多分2万とか来るんで、めっちゃでかい。しかもデイリーの7位の2500円だよね、確か。2500円と、あと総合の2万来るから、でかいな。2万つったらだって、2500円でも花火換算5発分だし、2万だと花火換算が、40発がなかなか飛ばないですからね。ありがたいね。あ、匿名の方です。相手見てたら、応援、あ、配信アイテムメインだったから大丈夫かなと思った。あ、なるほどね。なるほど。確かに。なんか、同時開催してるからね。なんか、なんだっけ、この、総合じゃない、なんだっけ、この、応援イベントか。総合1万。いや、多分2万ぐらいじゃなかった。あれ1万だっけ？総合は確か10位でも2万とかだった気がするけど。ちょっと見てみましょうか。どこだ？多分2万とかだと思ったけどな。あれ？どこだっけ？あ、本当は1万だ。あ、1万なんだ。本当だ。あ、まあまあ、でも1万でもね、花火換算20発分だからもちろんありがたいですよ。あ、2万ぐらいかと思ってた。本当だ、1万だ。勘違いしてました。まあでもね、1万でもありがたいですよ、もちろん。あ、ポンパーナス。ほんまや、1万だ。いや、ありがたいね、本当に。ずっと斉藤さんで男と話してたけど。いやー、でも総合10位入れると思わなかったな。あ、何気にナイスもね、結構増えてるしね。皆さん、右下ナイス押してない方押してってくださいね。まだ昨日の分になるんですけど、これ、枠切ってないから、枠を持ち越してるから。いや、ありがたい、本当に。ありがたいわ、まず、総合10位入れると思わなかったわ、本当に、最初は。今日顔出しで頑張ってたから疲れた。まあね、まあ、頑張ってるうちに入ってるか分かんないけど。まあでも確かに疲れはするね。ふわっちのトップで。いや、これすごいよね。結構すごいと思う。なんかその、だってさ、これ確かになんかメインイベントとこっちのなんだっけ、なんだっけ、キャンプアイテム
のランキングの別々であって、どっちかっていうと多分みんなメインの方になんかこう、力注ぐみたいな傾向はあると思うけど、でも言ってもこの、なんだ、こっちのキャンプアイテムって、あの、キャンプアイテムの総合って、その、あれがないからね、なんかその、あれです、匿名を出す、なんつうの、あの、メインっていうか、なんていうの、その、エントリー制の方って、確かにそっちの方がみんな課金に力入れる傾向にはあると思うけど、結構ほら、クラスごとに分かれてたりするじゃん。なんだろう、例えば、なんだろう。なんか、A グループ、B グループ、C グループみたいな、なんか、これになれます。これはこれになります。この1位になったらこれになりますみたいなあるじゃないですか。そのクラス分けみたいなのがあるんだけど、こっちってそういうクラス分けが、一応ね、その、なんていうの、A グループ、B グループ、C グループみたいな感じで、その配信者のランクで分けられてはいるけど、でもこの総合に関しては、その全部混合ですからね。うん、A、B、C とかも全部混合での、あくまでそれの全て合わせたうちの総合の順位だから、そう、うん。そう考えたらすごいですよね。その、総合ってことはまあ、そのクラス分けがないってことですかね、総合に関してはね。うん。いや、ありがたいですね、ほんと。いやー、まさか10位入れると思わなかったの、最初は。あ、ポンパーだっす。どうする？ちょっとナイスのために一回枠取り直すか。ちょっとナイスのために一回枠取り直すか。あの、昨日の分でね、ナイス押してない方ちょっと押してってからな、最後に。ちょっと一回枠切り直すんで。いや、ほんとありがとうございました。あの、デイリー7位と総合10位ね。これはマジで、課金してくれた人がいないと、本当にこんなの、どんだけ人呼んでも取れないやつなんでね。ありがたい、マジで。じゃあちょっと一回枠を、そのナイスの都合上、切り直すんで、ちょっとあの、最後に、ね、押してない方押してください。昨日の分で。はい。あ、トリオザーダス。ハイキングどうも。お、162。じゃあ、そうそう、枠を切り直しますか。じゃあ、一回枠切り直しますね。ナイス押してあげます。はい。じゃあ、一回枠を切り直します。まだ押してない方はいらっしゃいますか？お客様の中にお医者さんはいらっしゃいますか？右下ナイスをまだ押してない方はまだいらっしゃいますか？昨日の分の。押してってください。ということで、じゃあ一回枠切り直しますんで、まあ、そうするとね、本日分のナイスも押せるので、ぜひ本日分のナイスも押しに来てくれるとありがたいです。ということで、一度お疲れ様です。あ、すぐ枠取り直します。